It belonged to someone very special. はあ？エンジェル！皆様、お晩でございます。カエルのムーさんです。ベンディ&ザ・インクマシーン、続きをやっていきましょう。さーてと、で、前回ね、この斧が出たところで終わりましたが、まだね、エンジェル、この天使ちゃんのね、依頼がまだ全て終わっていませんので、今回ラストかな？どうだろうね。ちょっとゲームの全容自体はまだ、理解してないので、理解というか、うん。ストーリー自体は本当に知らないので、どっからどこまで続くのでしょうか。まあ、長いに越したことはないですね。あ、違う。ボタンを壊すな！はい。で、次は、レベル K に行きましょう。天国のおもちゃを訪問する。あー、おもちゃ天国に行けばいいわけね。あれだよね、なんかおもちゃの棚が邪魔になっていたっていうとこだよね。ちょっと待って、ベンディ等の、あー、パネルを壊す。よく見てなかった。パネル壊していいのね？え、公式で壊しちゃっていいのね？これも？ちょっと待って。お、来てるね。なんやお前。お、一撃。あらま、いいんですの？そんなこと。はい。え？待って、これ。え？これやられようか、ちょっと。つかこれ積みポジだもの、これ逃げられないんだもの。これ倒しておくれ。うん、いやトラップ。ありがとう悪魔、ありがとう。あ、悪魔に助けられてしまった。あそこ積みポジなんだ、気をつけよう。で、天国んとこに行きましょうか。おもちゃ天国。ここ隠れポジね。で、これを壊せばいいの？え、13個壊せって書いてない？そんなに壊すの？うい。これ取れない。13個も壊すのか。これ警戒だけで終わる？これでもいろんな階にあるんじゃないのこれ。で、これ壊してる間にさ、あいつ来るよね。ここ隠れポジね。さっさと壊しちゃおう。あった。これと、これで終わり。やべ。あぶねえ。これ見つかってた？あぶねえ。見つかってないよね、これ。気味悪っ。いや、これ怖いって。子供泣くって。耳はいいって言ってたよね。で、今、エンジェルのセリフでなんか出てくるみ、なんか出てくるようなこと言ってたか、今。
イベント戦だったのかな、ここ。戦ってはいないけど。これがしっかり消えるまでは、って感じだね。で、目自体は悪そうだね。今目の前にいたけどさ。目は悪そう。はい。じゃあ、ハリボテを壊したね。で、次は何をするんですか、エンジェル。そう。何を入れたの、俺は。ハリボテの残骸？あ、中にエンジェルの怒り。え、ああこっち、ああこっちから来るのね。はい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 、いて、おいって、いけいけいけ、あーそっか、これも2回なのか。ちょっと待ってね、ダメージを、いって、よしよしよし、ちょっと回復しながらね。連戦は危ないから、はい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 、ちょっと回復しつつ、うっ、で、あと1体、ほっ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 、はい、倒したかな、これで全滅。いいね、ワクワクしますね、こういう乱戦は。古き友によろしく言っておいてね。はあ？エンジェル。わかってる、エンジェル。エンジェル。くそー、やんなん、あんなんくれると思うじゃん。で、最下層に行けって言ってたね。古き友、まあ後々手に入んのかな。さあ、古き友、なんか大賢者みたいな食べり方するね。あれ、これさっき襲ってきたやつ。心臓？え？これ心臓を集めればいいの？え？どういうことだ？どういうことだってばよ。映写技師。あー、なるほど。この心臓が破片ってわけね。で、おそらくだけど、映写師っていうのはあいつだ。あの、映画泥棒。あれが、いるねー。いますね、あれ。はー。あいつ、音には反応するのかな。このゲームね、しゃがむっていうのがないので、基本的に走んなければハイドで済むのかな。こういうのはパーツじゃない。ちょっと近いな。
そこにテープがあるんだよね。そのテープだけ読みたいな。あいつの移動パターンは？あんな感じか。折り返す？折り返しはしないね。ノーマンポーク。まあ、面倒事を起こすつもりはない。さあ、映写技師として暗い場所を探るのは当然のことだろう。あ、ノーマンポークが映写技師なんだ。私はこのスタジオの隅から隅まで知り尽くしているんだ。こういう奴らの避け方は何通りでも知っている。あいつらはこう言うんだ。あの映写技師ってさ、そこら辺うろちょろして、なんか面倒事でも探してるみたいだよな。まあ、面倒事かどうかはいいとして、私は全てを見ている。あいつらは私がいつ誰を見ているかなんてわからないんだ。真後ろから監視している時でも。あいつらっていうのは、誰？今出てきてるこの敵なのかな？さあ。これぐるぐる一周してんのかな、あいつ。これ見つかってるね。これは？うわ、強っ！見つかったらほぼ終わりだね。で、上に逃げないとダメかな。で、心臓の回収は、すごいところから出るね。心臓の回収の進捗は残ってるんだね。いやー、これ音どうすっかなー。こういうのね、後ろからついていった方が良かったりするんだけど。バカタレ！間に合う？ああ、ここまで来れば一安心ってことか。なるほど。あいつはインクの上じゃないと襲ってこないんだ。まさか、あいつの後ろ追ってく作戦はやめた方がいいね。なんか訳もわからず反転してくるな、あいつ。反転の、条件がわかんない。ってなると、ちょっとまずいね。あー。なるほど。で、ちょっと待ってね。マップ構造が、ごめんね、暗いんだけど、マップ構造がわからんな。ハートねえな。どこでどう鉢合わせんだろう、これ。いる？なるほど。見つかった状態で隠れてもいいわけだ。で、今3つ。あと何個集めりゃいいんだ？5つのインクハートか。見てなかったな。あと2つね。まあ、やられても一応回収の進捗がロストしないので。いやー、でもこれ。ショートカットあんだ、これ。なるほど。よし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 。
これ最悪鉢合わせるけど、まあいいや。こっちから来そうな気するけど、先に俺の方は階段にたどり着くから、オッケー。えい。よし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 。まあ隠れる場所があるっていうのが理解できてれば。しかもあいつ倒せないんだね。なるほど。さっき鉢合わせなくてよかったわ。あ、でもなんか、この階じゃないとこで見かけたよな。映画泥棒。ってなると、他の階も徘徊している？てか、よかったな。あそこのステージよかったな。楽しかった。回収の進捗がロストしないのがいいよね。あれは親切せっけど。だいたいさ、ゲームオーバーになると、集めたものをゼロから、みたいなことよくあんだよね。あ、お使いリストが終わった。I'll always treasure it. Return to the lift. It's time to go home. 地上へ戻る。え、地上へ戻っていいの？マジで？本当？そんなうまい話ありますかい？だってまだ探索してない回とかあるよ。地上へ戻れ。なんか嫌な言い回しをしていますね。あー、なるほどね。笑っておりますね、だいぶ。ボリスの心臓が欲しいってことか。あ、後ろ！ボリス！後ろ！志村後ろみたいになっちゃってるけど。ボリス、かわいいな、お前。あー、ボリス！ボリス！ヘンリーっていうのは主人公のことかな。壮大なる脅威。はい、ということで、まあ騙されてたのはなんとなく分かってましたけど、うん、最下層に来ましたね。で、なんかやっぱ隠し要素とかあんのかな、他に。だってさっきの回のところ結構探索しきってない部分が多いので、他に見れてないとことかあるかもしれませんね。例えばレコーダーみたいなやつの回収が全部しきれてないとかね。そんな可能性はありますね。はい。ですが、まあ、
一応章が変わったので今回はこの辺にしておきますかね。噛んだなマッシュかね。はい、まあちょっと今回短くなっちゃったかもしれないですけどね、動画。まあたまにはいいんじゃないですか。はい、ということで次回はこのレベル S をね探索していこうと思います。はい、それでは今回はこの辺で。